皆さん、こんにちは、白霊霊夢です。画面の中を見て、皆さんは何が起こったかわかるでしょうか。私たちは今年3月の最終日に、飛行機で広州から東京に来ました。この動画は私たちの日本鉄道での最初の乗車記録です。21時20分、飛行機は羽田空港に着陸しました。私たちは初めてこの神秘的な東の国に足を踏み入れることになりました。しばらくして、空港から出ました。最初に見たのは、京急の駅の入り口で、日本鉄道の駅を目の当たりにするのはこれが初めてでした。しかし、私たちは迎えのサービスを予約したので、京急には乗りませんでした。数十分後、池袋駅前に到着しました。私たちの初めての日本鉄道の旅も、ここから始まります。私たちは高円寺駅付近に一時的に住んでいたので、まずは山手線に乗って、新宿駅に行きます。そこで中央総武線に乗り換えます。すぐに山手線のホームに到着しました。この時、ホームの反対側に E235系が発車しています。これを撮影しました。これが私たちが撮影した最初の日本の鉄道列車となりました。新宿駅にすぐに到着し、ここで中央総武線に乗り換えて高円寺駅に行きました。この時はもう夜の12時で、私たちも少し疲れていたので、あまり多くのものを撮影しませんでした。高円寺駅に到着しました。ホームで一枚の写真を撮ってから、私たちの住んでいたところに行きました。4月3日、ついに鉄道を見に行く時間がありました。私たちは新大久保駅に来て、ここから池袋上野方面の山手線に乗りました。電車がすぐに来ました。日本の電車には前面に大きな窓があり、前方の景色を見ることができます。中国ではほとんど経験したことのないことです。今日は雨でしたが、これは私たちにとっては前例のない体験でした。次は高田馬場、オレンジは右側です。西武新宿線、地下鉄大田線はお乗り換えです。お客様にお願いいたします。車内では、携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。The next station is 高田馬場。JY15. The doors on the right side are open. Please change your floor, the
西武新宿 line and the 東西 subway line. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. 明治は JY14. The doors on the right side will open.次は三毛袋、三毛袋、お出口は左側です。湘南新宿ライン、埼京線、東武東上線、西武池袋線、地下鉄丸ノ内線、地下鉄有楽町線、地下鉄都心線はお乗り換えです。The next is 池袋、JY13.The doors on the left side will open. Please change it for the Shonan Shinjuku line, the Saito line, the Tobu Tobu line, the Seibu Shinjuku line, the Marunouchi subway line, the Yurakucho subway line, and the Futoshi subway line.電車は巣鴨駅で少しトラブルがあった。延発と書かれた表示があり、駅で少し止まりました。幸いにもそれほど長くはなく、列車はすぐにドアを閉めて出発しました。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。到着し、ここには鉄道を見せるマクドナルドがあり、昼食を食べました。窓の外には新幹線が走っています。私たちもいくつかの写真を撮りました。昼食を食べた後、私たちは再び電車に乗って高輪ゲートウェイ駅に向かいました。次は高輪ゲートウェイ、高
高輪ゲートウェイ、ご出口は右側です。The next station is 高輪 Gateway. JY26. The doors on the right side will open.ゲートウェイ駅に到着しました。この駅は4年前から聞いていたので、今日ついに訪れることができました。私たちはいくつか写真を撮り、その後京浜東北線に乗って新小安駅に向かいました。この電車は京浜東北線各駅停車大船行きです。次は大井町です。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。This is the Keihin Tohoku Line train for Ohuna. The next station is Oimachi, JK19. Their price is in most cars. Please offer your seat to those who may need it.The next station is Kawasaki, JK16.列車は多摩川を渡り、東京都から神奈川県に入りました。これが私たちが日本で初めて東京以外の場所に来たのです。The next station is Kawasaki, JK16. The doors on the right side will open. Please change your for the Tokaido line and the number line.
小安、新小安、お出口は右側です。 The next station is 新小安、JK14. The doors on the right side will open. は新小安駅で降り、そばを京急の列車が高速で通過していました。確かにここに来たのは狭いホームを高速通過することで有名な京急新小安駅を見るためです。駅の前に到着するとすぐに列車が通過しました。ホームに来ると、2100坂の列車が猛スピードで通過し、とても刺激的でした。京急の列車はほとんどが赤と白の配色で、私にとても似ています。その後、最もエキサイティングな瞬間が来ました。2つの列車が同時に通過しました。その後、普通電車が来て、私たちはこの電車に乗って品川方面に行きました。
に入り、しばらくして日本橋駅に到着しました。ここから東西線に乗って高円寺駅に戻りました。私たちの初めての日本鉄道の旅は終わりました。これはただの普通の乗車記録ですが、私たちにとっては特別な意味があります。今回は日本で長い間滞在する予定です。それと同時に皆さんにたくさんの素晴らしい日本鉄道の旅をお届けします。以上がこの動画のすべてのコンテンツでした。ご視聴ありがとうございました。